はい、えー、ゆずはを許すなということで、ツイッターのトレンドに再び上がり始めました。まあ、このね、アカウントってのは、ゆっくり解説とかゆっくり茶番劇とか、ま、あいわゆるゆっくりなんとかっていうやつに食い込んできて、自分のものでもないものを商標登録して、要するにね、横取りして儲けようっていう魂胆なんですよね。 まあ賢いといえば賢いしこんなことみんな考えていたんだけどもこのゆっくりをみんな大切にしようと思ったんで誰も手を出さなかった領域だったんですよねでもそこに、えー、心臓をねわしづかみするようにいきなり入ってきてまんまとヤフ、ah、ーのトレンドにも入ってきてね記事にもなってっていうことでまあ有名になったわけですよ うん。なんかこれ、ヘズマ竜をちょっと思い出すんですけども、なんか何でもいいから、悪いことでもいいことでも何でもいいから目立っておいて、それからね、いいことをして目立ったんだったらいいことを続けていくし、悪いことをして目立ったんだったらすいませんでしたみたいな感じで、えー、なりを潜めて、とりあえず知名度を上げた後に、えー、無名っていうのは、あのー、悪名の方が勝るんでしたっけえー、そんな感じでね。うん。まあこれはでもね、やってほしくない方法だったんじゃないかなと思うんですよ。多くの人にとって。 ね。だから要するに、大衆を味方につけるって言うんですかね。もう私たちはお互いに力のない無名なものじゃないですか。だからこそ、そこでね、自分だけ抜け掛けして、一抜けたみたいな感じで、勘違いした出る杭は打たれるをしないでほしいんですよね。これは打たれてもしょうがない杭だと思うんですよ。うん。これはね、みんなで何とかしないとな、というところですよね。で、やっぱり同じ YouTuber としても、ちょっとね、良くないなと思うのが、これ、すでに、 えー、他の育ったアカウントをなんか購入してる疑いもあるんですよねでアカウントの譲渡ってのは公式にははっきりと禁止はされてないと思いますけどもあだけどものまあ YouTubeJapan のね、えー、考え方によっては予告なしでバンする可能性もあるしバンすると同じアカウントもしくは切り替えたアカウントでも多分作れないんじゃないかなと思うんですよ まあでもね、このユズハを許すな。とにかくユズハっていうアカウントが、これほど、ツイッター界隈を、YouTube 界隈を賑わしてるっていうのは確かなんですよね。で、こういった方法で位置抜けたをしちゃうのは、うん、やっぱりずるいなというところもあるし、えー、著作権をね、あえて主張しなかった、元々の作った方、どなたか知りませんけどもね。元々の作った方の行為を踏みにじる行為で、 でこういうことをするとね自分の著作権はいいですから皆さん楽しんでください使ってくださいっていうふうに善意の人が現れにくくなっちゃうんですよねうまさにこれがね悪化は良化を駆逐するっていうんですけども悪い人が出てくるといい人が出づらくなっちゃうっていうまさにその姿そのものだと思うんですよねですんでね、あのー、これよく考えた上でゆずはんというのもやってると思うんですよだからいくらね炎上させようが止めようがどうしようもなくなるんじゃないですか 何らかの対策打ってると思いますから、まあでもただひたすら寂しいですねこういう人がいるっていうのはうん一人の人かもしれませんし何人かでタッグを組んでやってるのかもしれないですしうんまあ一番どうなのっていうのは特許庁がこんなのねスカスカで通してんじゃねえよって感じですよねそこが一番ですねちゃんとお仕事してくださいというところが今日の主張でした